タイマデラ、タイマデラ、タイマデラ、常用館自体、東マデラは、奈良県葛城市にある寺院。方号は、善林寺。三号は、二条山。創建寺の本尊は、弥勒仏、近道であるが、現在信仰の中心となっているのは、東ママンダラ、本道である。宗派は、新言宗と浄土宗の平立となっている。は、聖徳太子のマロフルオとされるが、 想像については、不明な点が多い。西方国楽浄度の様子を表した、東馬マンダラの信仰と、マンダラにまつわる、中条姫伝説で知られる古寺である。毎年4月14日、2019年より、明治期2018年までは5月14日に行われる、連区用絵式ね陸用絵式には、多くの見物人が集まるが、この行事も、東馬マンダラと中条姫に関わるものである。 奈良時代、平安時代初期建立の2期の三重塔、塔塔、斎藤があり、近世以前建立の東西領塔が残る日本、唯一の寺としても知られる。本校では、次号と行政地名については現地における表記を尊重して、大麻都市、人名、作品名等については、塔馬の表記を用いる。中条姫の破水と曼洲、塔馬曼洲の伝説で知られる大麻寺は、 二条山、二条山、二課、三山のふもとに位置する。大間寺がある奈良県葛城市大間地区、旧北葛城郡大間町は、奈良盆地の西端、大阪府に接する位置にあり、古代においては交通上、軍事上の用地であった。二条山は、その名の通り、ラクダのコブのような二つの頂上、尾岳、目岳というおもつ山で、奈良盆地東部の新大山、三和山、 桜井市と相対する位置にある。二条山は山との国の西に位置し、夕日が二つの峰の中間に沈むことから、西方極楽浄土の入り口、死者の魂が赴く先であると考えられた特別な山であった。二条山はまた古墳の石室や寺院の木壇の材料になる業界岩、松開市や研磨材となるザクロ石の産地でもあった。 古代の山和国の東西の幹線路であった横寺は、現在の桂木の市長尾付近が生誕となり、そこから河内方面へ向かう道は、二条山の南を通る竹の内峠越え、竹内海道と岩屋峠越え、二条山の北を通る穴虫峠越え、大阪道に分かれる。この分岐点付近を古代には、東幕、大麻の巷股と呼び、 672年の人身の乱の際には戦場となった。これらの峠越えは河内と山和を結ぶ主要な交通路で、古代には中国大陸や朝鮮半島から都来の文物が南波、大阪の港から都へと運ばれるルートでもあった。平安時代の浄土経造で王城洋州の著者である越神総族原神はこの地方の出身である。また、東馬の地は織口忍ぶ、 シャック長空の幻想的な小説、死者の書の舞台としても知られる。ー馬は賛同が、タギタギしい、険しいことから付けられた名であるとの通説があるが、神宮皇后の母方の先祖、アメノヒボコの子孫、オアリ氏、カイフ氏の系図を見ても、頻繁に、田島とー馬あるいは、カツラギノとの深い関係が類推される。大馬寺はこの地に勢力を持っていた皇族。 桂木野氏の一族である、大麻氏の氏寺として建てられたものと推定されている。近藤に安置される、弥勒仏像と四天王像、境内にある盆鐘と、石道路出土した、仙仏、古河原などは、いずれも天武朝頃、七世紀後半の様式を示し、寺の早々は、この頃と推定されるが、創建の正確な時期や事情については、静止に記録が、見えず、 今一つ明らかでない。当ーママンダライの信仰が広がり始めた鎌倉時代になって、ようやく各種書物や記録に大間寺の早々演技が見られるようになる。その早い例は、12世紀末、鎌倉時代初期に成立した、研究五巡礼記という書物である。これは、研究2年、1191年、幸福寺の僧。 実明キラが去る後期の女性、蕎麦天皇の王女八条院と推定されるを案内して、大和の著名寺を巡礼した、祭の記録である。道書に載せる演技によれば、この寺は法皇を善臨寺と称し、聖徳太子の異母帝である、マロフル王が、魅力物を本尊として創造したものであり、その孫の大馬正徳に見、大馬の真一徳に見が、天武天皇九年。 六百八十年に、線作り、写し作るしたものだという。そして、東馬の地は、縁の行者ゆかりの地であり、縁の行者の所持していた、苦ジ明王像を、本尊未熟物の体内に収めたという。県庁五年、千二百五十三年の、大和国体マデラ演技によれば、マロ公王による曹操は、水古天皇二十年、六百十二年のことで、 旧制観音を本尊とする万法造院として創建されたものであるという。その後、天武天皇2年673年に縁の行者から寺地の寄進を受けるが、天武天皇14年685年に至ってようやく造営に取り掛かり、同16年687年に供養されたとする。上宮大使周域。 家庭三年戦二百三十七年諸院の東間寺園には、創建の年は同じく、水古天皇二十年年、当初は今の大間寺の南方のアジソチという場所にあり、主張六年、六百九十二年かに現在地に移築されたとする。なお、前身寺院の所在地については、アジソチとする説のほか、河内国山田号とする資料もある、校長2年1262年の、 和州大間寺国楽曼荼羅演技など、河内国山田号の所在地については、片野郡山田、現大阪府平方市とする説と、大阪府大使町山田とする説がある。以上のように、資料によって、記述の細部には移動があるが、聖徳大使の伊母帝のマロ公王によって建立された、全身寺院があり、それが、天武町に至って、現在地に移転されたという点は、 おおむねいたしている。福山敏夫は縁起書本を検討した上で、マロ皇による全身寺院の建立については、寺師を古く見せるための殉職であるとして、これを否定している。前述のように、寺に残る仏像、盆章等の文化財や出土品などの様式年代は、おおむね七世紀末までは遡るもので、大間寺は人身の乱に功績のあった。 東幕身によって7世紀末頃に建立された寺であるとみられる。奈良時代から平安時代にかけての寺氏は資料が乏しく詳しいことは分かっていない。現存する本堂、曼荼羅堂は胸木牧書から英略2年、1161年の建立と判明するが解体修理時の調査の結果、この堂は奈良時代に建てられた全身建物の部材を 採用していることが分かっている。寺に伝わる東馬曼ラは、前室の研究五巡礼記によれば、天平法事七年、七百六十三年に作られたとされている。工房大四年譜には、後認十四年、八百二十三年、空海が大間寺を訪れて曼ラを廃止、それ以降、大間寺は、新言衆寺院となったという伝えがある。自称四年、 1180年、平重平のなんと焼き打ちにより、東大寺、幸福寺などの伽藍の大部分が消失したが、幸福寺と関係の深かった大間寺も焼き打ちの被害に遭い、東大領等などは残ったが、近道、行道など一部の道具を消失した。平安時代末期、いわゆる末法思想の普及に伴って、来世に阿弥陀如来の西方極楽浄土に生まれ変わろうとする。 信仰が広がり、阿弥陀堂が盛んに混流された。この頃から大間寺は、阿弥陀如来の浄土を描いた、東馬万太ラを安置する寺として、信仰を集めるようになる。中でも浄土宗西山派の祖、章君は、上王二年、1223年に、東馬万太ラ中を表し、東馬万太ラの写しを十数本制作し諸国に、安置して、東馬万太ラの普及に貢献した。 大麻氏の宇治寺として始まった大麻寺は、中世以降は、中条姫伝説とマン万ラの寺として知られるようになる。マン万ラは、学術的には、阿弥陀浄土変装図、または、官行変装図と称するので、変装とは、浄土のありさまを、絵画や彫刻として視覚化したもの、阿弥陀如来の重する西方極楽浄土のありさまを描いたものであり、等の構想、全道による、 官無料、受刑の解釈書、官僚調書、官無料、受刑書に基づいて作画されたものとされている。なお、東馬ママンダラの内容については、別項、東馬ママンダラを参照。東馬ママンダラの原本については、中条姫という女性が蓮の糸を持ち、一夜で織り上げたという伝説がある。中条姫については、藤原豊成の娘とされているが、モデルとなった女性の存在は、 複数想定されている。大間寺本堂、曼荼ラ堂に現存する、曼荼を掛けるための図紙は、奈良時代末期から、平安時代初期の制作で、マ,マン曼荼の原本は遅くともこの時代には、大間寺に安置されていたとみられる。しかしながら、曼荼の伝来や由書に関わる資料は、平安時代の記録には見当たらず、曼荼の縁起が形作られていくのは、鎌倉時代に入ってからである。 先日の研究五巡礼記によれば、トーマ・マンダラは横ハギ、横萩、横イ大納言という人物の娘の願により家人、家人、観音菩薩の化身家が一世で織り上げたものであり、それは天平法治七年、七百六十三年のことであったという。十二世紀末のこの時点では、中条姫という名はまだ登場していない。十三世紀半ばの古今著文集、 古今著文中では、横萩納言の名は、藤原豊成とされており、以降、父の名は、右大臣、藤原豊成、娘の名は、中条姫として定着していく。中条姫の伝承は、中世から近世にかけて様々に脚色されて、能、浄瑠璃、歌舞伎などにも取り上げられるようになり、次第に、KC 締めの話に変質していく。 話の筋はようやくすると次のようなものである。今は昔、藤原鎌足りのひ孫である、藤原と夜なりには美しい姫があった。後に中条姫と呼ばれるようになる、この美しく聡明な姫は、幼い時に、実の母を亡くし、意地悪なママ母に育てられた。中条姫はこのママ母から、必要ないじめを受け、ついには、無実の罪で殺されかける。 ところが、姫の殺害を命じられていた、藤原豊成家の従者は、極楽王城をお願い一心に度胸する姫の姿を見て、どうしても刀を振り下ろすことができず、姫を、ひばり山というところに置き去りにしてきた。その後、改心した父、豊成と再会した、中将姫は一旦は都に戻るものの、やがて、大間寺で出家し、ひたすら極楽王城を願うのであった。姫が、 五色の破水糸を用い、一夜にして織り上げたのが、名高い、東マ,マンダラである。姫が蓮の茎から取った糸を糸に浸すと、たちまち五色に染め上がった。大間寺の近くの石光寺に残る、染めの糸がその糸である。姫が十九歳の時、生身の阿弥陀仏と二十五菩薩が現れ、姫は西方極落城土へと旅立ったのであった。この話はよほど人気があったようで、 ゼアミア地下松門左衛門らによって脚色され、洋曲、浄瑠璃、歌舞伎の題材ともなった。ママン荼ラの原本、根本マン荼ラは、尊称陣内ながら、現在も大間寺に所蔵されており、1961年に、つづれ折ママン荼ラ図の名称で、工芸品部門の国宝に指定されている。現状は、掛け服装で、 画面寸法は 394.8x396.8cm である。図用は前述の通り、官無量、樹形の書説を図示したもので、全道の官行四条書に基づいて構成されている。官行四条書は、原義文、序文義、乗前義、三前義の四条からなるが、東馬曼ダラでは、画面の主要部が、原義文、左辺、右辺、 下辺の小画面がそれぞれ、序文儀、上禅儀、三禅儀にあたる。元儀文にあたる、主画面には、展望輪院を結ぶ阿弥陀如来を中心とする、阿弥陀三尊と左右各十七体の菩薩からなる三十七尊を、表し、その上下に宝池や老角などを表す。左辺の、序文儀は、官無量樹形の序にあたる部分で、浄土王城の起源となる。 マガダ国の王妃大家夫人の説は、ラージャガ派の悲劇を主題とする。右辺の上前儀は、官無量十0に説く十六巻のうちの十三の官法、阿弥陀浄土をイメージし認識する方法を主題とする。下辺の三前儀は、区本王上図で、十六巻のうちの残りの三つにあたる、ものである。根本曼荼羅は、画面下方の損傷が激しく、 区本王上図の部分のオリジナルの綴れ織は失われているが、後世の模本や研究五巡礼記の記述によると、この部分には敷付け演技と呼ばれるマンダラの由来を記した名文があり、その中に天平法治七年、763年の年号があったという。根本マンダラは損傷が激しいため、かつては絵画か染色品かはっきりせず、絵画説、 織物説、刺繍説などが存在したが、1939年からの大賀一郎らによる学術的調査により織物であることが判明した。ただし、伝説に言うような破水との織物ではなく、剣士に平金紙、士、年金士を交えた綴り織である。縦横とも4メートル近い大作である本万ラを織り上げるには十数年をいるという。制作地については、日本説と、 中国、当時代説があり、前日の天平法治七年という年期を制作の年と見るか、大間寺に侵入された時期と見るかによって変わってくるが、中国製とする見方が有力である。染色紙研究者の大田映像は、日本には、づれ織りの作例が少なく、特に本作のような絵画的な図柄を表した、対策は他に例がないことなど、技法、図用の両面から、本作は、 中国製であるとしている。宮内庁小僧院事務所の小形光彦は、2013年の特別展、大麻寺、奈良国立博物館に際し、小型顕微鏡を用いて、改めて本品を精査した。その結果、本品は桂布に彩色したものではなく、先染めした絹糸を用いたものであり、総合的に見て、二色や刺繍ではなく、綴れ織りと見られると、改めて結論した。 尾型はまた、本品のような、複雑な図用で、広幅の綴り織りを製作する技術が、上代の日本にあったとは考えがたく、本品は、大陸製であろうとしている。曼荼羅は、元は、本堂の図紙内にかけてあったが、痛みの、激しくなった中世に板張りに改装され、江戸時代には、板から剥がされて再度掛け軸に改装されている。京都、大雲院の層。 将具という人物が、江戸時代の遠方五年、1677年に行われたマンダラ修理の状況を記録に残している。それによると、マンダラを板から剥がすために表面に構造紙を貼り、水を注いだところ、大きな音と共に剥がれ落ちた。剥離した織物の残片を板と紙の双方から集めて、別に用意していた木地の上に貼り付け、織物が劣化損耗している部分は、 絵で補った。織物が貼ってあった板にも図用が残り、薄利に用いた構造紙にも図用が転写された。このようにして、オリジナルの綴れ織り曼荼ラは、残片を貼り集めた、掛福本と板、紙の三者に分離した。残片を貼り集めた、掛福本が原存の国宝曼荼ラで、全体に劣化、損傷、退色が著しく、 オリジナルの綴れ織りの残存している部分は図柄全体の4割程度である。特に図の下部は全く失われて絵画で補われているが、阿弥陀三尊の右は生地、向かって左の部分などには、オリジナルの織物が比較的良好に残っている。板張りの曼ラを剥がした後、板の表面に剥がれた曼ラの跡が残ったものは、裏板曼ラと称し、曼ラ寿司の背面に安置された。一方、 白理の際、紙に転写されたもの、陰紙曼荼羅は一部が表層されて残り、最高寺、京都市東山区清水坂に所蔵されている。根本曼荼羅は、制作から4世紀以上経った鎌倉時代には、すでにかなり傷んでいたようで、憲法5年、1217年には、第1回の転写本である、憲法曼荼羅が制作された。この第1回転写本は、京都の蓮華王院。 三十三剣道に収められ、後に大間寺に戻ったというが、現存していない。二回目の転写本は、北京京春の筆で、文紀二年、千五百二年に、図柄が完成し、永昇二年、千五百五年に供養された、文紀曼荼、重要文化財。三回目の転写本は、上京二年、千六百八十五年の裏書きがある、上京曼荼で、 これらはいずれも織物ではなく絵画である。現在、タイマデラ本堂、マンダラ堂の図紙にかけられているのは、分岐マンダラ、または、状況ダラである。根本マンダラは、損傷が激しく、基本的には、非公開である。ただし、ごく稀に博物館の特別展で公開されることがある。2013年4月から、奈良国立博物館で行われた、 大デ寺極楽浄土への憧れマイナス展では30年ぶりに根本曼荼羅が公開され話題となった2018年7月からも前回公開からわずか5年ぶりに修復作業が終わった根本曼荼羅が奈良国立博物館で行われる予定の糸のみ仏展公開される現在の大デ寺には南を正面とする近道と行道が南北に並んで立ち これらの西側には東を正面とする本堂、マンダラ堂が立つ。日本の古代寺院は南を正面とするのが通例だが、大間寺の境内は南と西に山が迫っていて、南側に正門があった形跡はなく、境内東端の東門が正門となっている。中心河岸の南方には東西二つの三重塔が立つが、これら両塔の立つ位置は大地の先端にあたり、近藤。 公道などの立つ地盤よりは6から7メートル高い場所である。また、東東と斎藤は、近道、近道を結ぶガランの南北中心軸から見て、正確に左右対称の位置には立っていない。このような平地と大地の境を選んで、ガランを建立した理由はわかっていないが、近道の地下からは、墳墓が検出されており、大麻市の祖先が眠る、吉室ある土地に宇治寺を建立したものと、 推定されている。大魔寺自体の本望はなく、境内には、高野山真言宗五院、浄土宗八院の新院、下記がある。大魔寺本堂、曼荼羅堂は、真言宗と浄土宗の県体で、近道、高堂、等などは、真言宗が管理している。真言宗の新院、中条姫帝発の地と伝承され、中条姫の仏法の師である、実家の回帰という、 書院、重要文化財と、庭園、史跡、名称で知られる。浄土宗の神院。王安三年、1370年、治恩院十二世の受け屋広司官が創建したもので、当初は王城院と称した。当院は治恩院の奥の院とされ、近世以降は東間奥院と称された。宗教法人としての名称も奥院である。受け屋が治恩院から移したとされる。 炎光大使、法年像、重要文化財を本尊とし、千代委員所蔵の48関連の副本とされる、法年商人江伝48巻、重要家財を所蔵する。慶長9年、1604年建立の本堂、慶長17年、1612年建立の法上、正法4年、1647年建立の主郎門は、重要文化財に指定されている。 法年承認十五霊場第九番、西山国史遺跡霊場第十四番札書。独自の宝物館を持っている。国宝。近藤本尊。造百十九点七センチメートル。如来系の魅力像で、様式から大麻でらそう建治の七世紀末頃の作と推定され、仏壇上に残る痕跡から、元は両脇地像を従いた、三尊形式であったと推定れる。 像は、箱型のもかけ座、千あざ座状に、結果ふざし、台座の前面にも裾を広げる。印象は、如来像に、通友の背むかしこ、湯眼院、右手は手のひらを正面にしてあげ、左手は手のひらを上にして、膝上に置くだが、右腕の前腕部の半ばから、先と、左手首から先は、木製の候補で、当初からこの印象であったかどうかは定かでない。 また、近藤本尊の名称を魅力とするのも、文献上は、鎌倉時代の研究五巡礼記が初見で当初から魅力像として像造,造されたという確証はない。両膝部、胴部、頭部の三つのブロックを積み重ねたような造形は、中国、隋代やその影響を受け、白木の仏像彫刻、中でも白木の軍医石掘山尊物の中尊との、 様式的類似が指摘されている。休憩を呈する頭部の造形には、天武天皇十四年、六百八十五年完成の、幸福寺仏頭、旧山田寺高堂本尊との類似も指されている。本像は、素像、粘土製の彫像であるが、表面には布張りをし、錆漆を塗った上に金箔を張っている。近は年、年ので被害を受けており、 像表面の金箔は、自称の陛下以降のものとみられる。像本体と台座は密着しており、本体、台座ともに、内部構造の詳細は明らかでない。1959年、台座の修理に伴って、西川真嗣が調査を行っているが、その際の報告書によると、台座の内部構造は、日干しレンガを積んだものであり、自称4年、1180年の陛下によるものと、 見られる焼き根が座内に残っているという。現状は台座の四隅に木製の墨柱があり、台座上下の框、半花、帰り花なども木製のものが貼り付けられているが、これらは自称の陛下以後のもので、当初の台座表面は全て外で仕上げていたと見られる。像本体は前述のように両手部分が木製の候補であるほか、左腕、 両膝などの絵門に漆喰状のもので修理した部分があり、明治期の修理でも胸部などの損傷箇所に大幅な修理が行われている。ラ髪は当初は素像であったが、木製の候補のものに変わり、それも大部分脱落している。後輩は平安時代後期か鎌倉時代初期頃の木製である。以上のように、本尊は後世の補修部分が多いが、 日本に現存する最古の素像として貴重である。重要文化財。近藤趣味団の四隅を守る。日本における四天王像の作例としては、法隆寺近藤像に次いで二番目に古い。また、日本における官室作りの作例としても最古に属する貴重な作品である。後世の四天王像が、一般に激しい動きを表し、威嚇的ポーズを取るのに対し、 大麻寺の四天皇像は、写実的ながらも静かな表情で直立しており、その顔形には、髭が加えられ、中国製妻仏寺や都出土の天皇像に求められるなど、異国風が感じられる。各像とも補修や候補部分が多く、多門高像は、全体が、鎌倉時代後期頃の木像に変わっている。他の像も、候補部分が多く、象徴天像は下半身のすべてと両襟。 両袖などが木造の候補であり、項目天像は、頭部、両、襟、両手の前腕部などに、当初のものを残すほか、体部の大部分が、木造の候補である。比較的当初の間質層を残すとされる、持国天像も下半身や両袖などには大幅に、修理の手が入っている。国宝。8世紀末9世紀初頭の作。本堂、堂内陣には、 コ覧ラン付けの趣味団を構え、その上に高さ501センチメートルの大型寿司を置く。寿司は仏像ではなくマ,マンダラを安置するためのものである。ため、高さの割に奥行きが浅く、平面型は扁平な六角形をなす。趣味団は螺鈿や木緑りで仕上げられ、上がりか町に歓元元年1243年の名がある。また、図司正面の扉は、 人事三年、1242年の命がある。このため、かつては、寿司本体も鎌倉時代の作と考えられていた。しかし、本堂の解体修理に合わせ寿司の解体修理も行われ、1957から1961年、表面からは見えない、天井板等の部材から、金銀霊や金平文、金表紋の装飾が発見され、その技法や衣装から、 図紙本体は平安時代初期に遡る作品であることが明らかになった。軒裏には金平文で含む樹長、岩、樹長、孔雀、天神、放送家などを表した痕跡があり、柱、台話、桁、資輪、天井板などには金銀泥絵で、放送家、飛雲、花笛鳥、山岳、蝶、日輪などの文様を表している。柱の根巻き金具。 大和と桁の間にあるき心間質性の四死形、十個、なども古様を示すものである。図正面の扉、左右角三枚ずつの折り戸は、任時三年、1242年に、図紙の大修理を行った際に新調しもので、内面側は、黒漆地に金巻絵で破水形を表し、その下には二千名を超える血縁者の氏名がやはり、巻へで表されている。なお、 この扉は取り外されて、奈良国立博物館に帰宅されている。前日の通り、本品の制作年代は8世紀末9世紀初頭とされているが、奈良国立博物館の内藤家は、本寿司に見られる、金銀泥への草花文や柱の実記部の、近藤金具の仙国山形文を、焦燥印法物の同詞文様と比較検討した。結果、本寿司の制作年代は、 奈良時代後期の760年代と推定している。国宝。無名ながら、作風等から日本最古級と推定される盆章で、大麻寺ラ創建当時の遺物と推定される。二箇所にある銅座の連弁の枚数が一致しない、一方が十弁でもう一方が十一弁等。作風には、盆章が形式化する以前の初期的要素が見られる。首狼の上層にかけられており、 間近で見学することはできない。奥院所有、中野棒所有、奥院所有、西南院所有、転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。